今日はこちらの階段と宦官ですね、解説をしてみたいと思います。この階段はですね、固定の方法は吊っているっていうのが分かりますね。でこの階段はスチールだけでできています。はい、でこの下の、1段2段3段目までを、家具と一体式っていう形にしてますね。で通常階段ですとずっとこう下の方に来てですね、でその横にこう家具を置いたりっていうのが一般的なんですけども、こういった形はちょっと珍しいかと思いますね。でウェブサイトの方にちょっとアクセスしてみました。すると別角度でですね、この階段の様子がよくわかりますね。はい、でこの家具の横のこの辺の具合もよくわかります。はい、綺麗ですね。はい、参考にしてみてください。